メルセデス・イエリネック・イエリネック・メルセデス家の墓。ウィーン中央墓地。メルセデス・アドリアン・ヌラモナ・マヌエラ・イエリネックは、オーストリアの自動車企業家、エミール・イエリネックと彼の最初の妻レイチェル・ゴーグマン、センダーベルトの娘であった。ウィーン生まれ。父親が、ダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフトのメルセデスブランドを、彼女にちなんで名付けたことで、最もよく知られている。加えて、 彼女の父は1902年のパリ自動車博覧会で彼女の大きな写真を飾った。また、1902年に DMG がメルセデスを商標登録した後の1903年には彼自身の名前をイエリネックメルセデスに改名した。彼女の名前は慈悲を意味するスペインの洗礼名である。メルセデスはウィーンで暮らし、二度結婚した。1909年に ニースのコートダジュールにおいて、シュロッサー男爵と手の込んだ結婚式を挙げた。夫妻は第一次世界大戦で街が破壊されるまでウィーンに住んだ、エルフリーデとハンス・ペーターの二人の子供を設けた。1918年、メルセデスは路上で食べ物を凍っていた。しばらくして、夫と二人の子供の元を離れ、才能があったが貧しい彫刻家のルドルフ・ホンビがある。 男爵と結婚した。メルセデスは音楽を演奏し、優れたソプラノの歌声を持っていた。父親のように自動車への情熱を持つことはなった。メルセデスは1929年に39歳の時に骨眼によってウィーンで死去し、ウィーンにある家族の墓の祖父アドルフ・イエギネックの墓の近くに埋葬された。1926年、ダイムラーはベンツ・ &C シーと合併した。 会社はダイムラーベンツとして取引したものの評判の高いメルセデスブランドを保つためにその車にメルセデスベンツという名称を与えた。ありがとうございます。